皆さん、こんにちは。第2回桃太郎伝説2、早速やっていこうと思います。前回飛燕仙人の修行として、旅立ちの村にいる3匹のうんちを連れてくるように言われたので、これからまた仙人のところに戻るよ。すでにパーティーは5人か。これだけのキャラが並んでも点滅でちらつかないのはすごいな。PC エンジンはアーケード移植タイトルもグラフィックが結構綺麗だったり、いいハードだったね。あ、武田鉄矢だ。説教といえば金八先生かな。ようやく前回到達したうんちの穴まで戻ってきたよ。雑魚鬼たちが戦隊になって登場したぞ。ここら辺はギャグ敵が多い地帯だからね。鬼レンジャーはこれでも一体の敵扱いだよ。戦隊ものは流行ったからな。うんちの穴に戻ってきた。ここの泉に鉄のうんちを投げると何かが起こるらしいけど。うんちの女神。見た目は貧乏神と変わらんがな。やっぱり金の斧銀の斧だね。正直に行くのが無難だろうな。貝殻ビキニを着ているけど、当時は武田久美子さんの写真集が話題になったようだね。うんちは関係ないけどな。って、またうんちもらったのかよ。実はこのうんちは換金アイテムで、鉄のうんちは何度ももらえるから錬金できるのかもね。微妙な金額だから面倒くさくてやってないけど。術までもらえるぞ。あ、宝庇の術がここで来るんだ。前作では1万両という高額な需要量が必要だったからな。音が相変わらずいいね。さあ、うんちの穴の西にある飛燕仙人の庵に戻ってきたよ。戦闘に参加しないうんちをここまで連れてくるのは、まさに面倒くさい修行だったな。元気なうんちって、まあ、徒歩で往復させられることで飛燕の術のありがたみがわかるってもんだよ。ズーラのような術な。今作ではスズメのお宿にも飛べるし便利だな。次はうんちの穴から北にある花坂の村へ。前作では花を満開にさせたのに、また枯れ木になってるな。前作のラストでエンマ大王から助け出したはずの花坂じいさんに異変があるみたいだ。猿来たー。いやいや、花坂じいさんといえば犬でしょ。お供ではない猿か。村人の話によると枯れ木ではなく、真っ黒で不吉な桜が咲いたとのこと。レベル上げも終えたし、前作と同じ左下にある花坂じいさんの家に行ってみよう。お、犬だ。また捕らえられてるのか。前作では銀の鬼が化けていたけど、今作ではもう倒しちゃったしなぁ。いっき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 、なんて笑う花坂じじいがいるかよ。じいさんと犬がお互いに、自分の方を信用しろと言ってるわけだけど。あ、また変な笑い方してる。隠すつもりないだろこいつ。さすが友達を大事にする桃太郎さんや。黒鬼は新キャラだな。回復の術が封印されてしまうのは痛いね。でも、それ以外は普通なのであっさり撃破。まあ、きび団子で回復できるしな。やっぱり、また犬を貸してくれるんだね。隊列は記事の前なのか。前作と同じで、戦闘中はたまに攻撃するぐらいだから隊列は意味ないよ。記事は金丹で回復をしてくれるようになってかなり便利にはなった。前作とだいぶ村の地形が変わっているな。おお、桜が咲いて花びらも舞っている。これが PC エンジンの力だよ。さっきの猿も喜んでる。ジャニーズ事務所の名前を出して大丈夫なのか。今度は西にある六角仙人の庵を目指そう。桃太郎のレベルが上がるとお供が特技を覚えるのか。経験値稼ぎに敵を呼び出せる技が当時すでにあったなんてすごい。お、この BGM は。
物増やしの玉は、アイテムを複製できる便利アイテムだね。うんちが詰まりすぎだろ。ようやく六角の村へ。まあ、村とは言っても飛燕ではいけないんだけど。前作では相当お世話になった六角の術が、さらに強力になったと村人の間で話題に。プワーアップ。会心攻撃が全体に。そりゃ強い。主要自体は普通だな。全体攻撃になっても、怠慢じゃメリットない。稲妻仙人のちょっとだけ強いバージョンに過ぎないよ。消費技数が増えたのは痛いが、全体攻撃になったならやむなしか。今作はパーティーが前提だから敵も複数出てくる。桃太郎一人旅の序盤にはありがたい術だよ。旅を再開して、花坂の村北にある阿弥陀の洞窟へ。キジはフィールドで偵察ができたが、犬は洞窟で同じことができるんだな。名前の通り阿弥陀くじのようになっていて、選んだ階段で構造が変わる。と。またつづらにお供がいるのか。猿は絶対助けないとね。犬の特技で洞窟の先を偵察させよう。なるほど、5つの階段のどれを降りるかで岩の配置が変わって、阿弥陀の構造も変わるんだな。とりあえず取れるつづらは全部開けて。と。猿来たー、あっさりだったな。最初に選んだ階段で行けたね。その代わり、先へ進む上り階段が岩で塞がっていたけど、前作の猿は終盤でようやく加入した上に、特技もろくなもんじゃなかったが今回は果たして。結構便利だよ。実は世界地図を見るのも猿の特技なんだ。取るものは取ったので、左から2番目の階段を選んで進む。お、地上に出たな。洞窟を抜けて別の島に来たわけだ。前作と同じように各大陸には名前がついていて、花時の国から旅立って冬時の国にたどり着いたよ。洞窟を抜けたすぐそばにある、金太郎の村へ。アメネリオニ。右上にあるのは金太郎アメか。どうやらアメネリオニが金の洞窟で村人を働かせて、逆らった者たちは金太郎アメにされてしまった。これが本物の金太郎か。要するに、金太郎アメで体をコーティングされているんだな。早速村の北東にある金の洞窟へ。金の鬼みたいな貧しさだ。金の取れる鉱山で、村人たちは強制労働させられてるようだね。ドラクエ5感ある。通行止めのイベント線がいくつかあるようだ。ムチ鬼。ボスじゃないな。敵で言うと、このネズミ鬼が毒を吐いてきて厄介だね。毒はフィールドだけじゃなく、戦闘中も毎ターンダメージを受けるんだよな。毒消しも使い切っちゃったし、13段になった時にキジが覚えた医者呼びの特技を使おう。どこにでも医者を呼べるって便利すぎじゃん。あ。キジが離脱したから桃太郎の能力が一時的に下がっちゃったよ。そんなうまい話はないか。というか、医者が来るまで毒ダメージを受け続けるのか。微妙だな。フラグが経過時間なのか戦闘回数なのかわからないけど、ようやく医者の登場。わざわざこんなところまで来てもらって、本来の診察料である2両しか取らないとか神か。送り返す時にも能力が下がるんかい。やっぱ微妙だな。いろいろありつつ、地下4階の奥へ。人間を雨に変えてしまう雨ネリオに。なぜかヤンキー座り。雨を練ることで上げた攻撃力が、なぜか同じターンで元に戻る謎の仕様。意味ないじゃん。普通に撃破。おお、この棒で村人を元に戻せるんだったな。早速、金太郎の前で雨練り棒を使うと。花坂の村の使い回しじゃん。しょ。おお、ようやく初めてのパーティー加入か。お供は AI だったからね。自分で操作できる仲間という意味では、これがシリーズ初だろうね。パーティー制が桃電通の売りでもあるわけだ。前作でも矢倉太鼓で祭りをしていたね。めちゃくちゃキャラクター動くやん。前作の桃太郎伝説はアニメ化されていたようで。なんだこりゃー。まるでナイトガンダムじゃないか。そのオープニング曲の歌詞に、桃太郎、というのがあるんだね。アニメの主題歌とは全く関係ないけど、ウィンクのネタもあるね。無表情で歌うのが特徴のアイドルデュオか。
金太郎と共に南を目指すわけだけど。うわぁ？こっちは二人なのに、こんなに大量の敵が出てくるのかよ。しかも、金太郎はバリバリの戦士タイプだから集団戦は苦手だよ。こやつらい旅が続くな。スズメのお宿にで休憩。次の目的地は浦島の村だね。二匹の鬼か。19段って、16段だから全然足りないじゃん。要は、ここから北には謎解き山があるんだけど、そこの敵は毒を吐いてきて辛い。そこで、まずは竜宮城の乙姫様から毒に強いアイテムをもらいに行きなさいと。南は行き止まりだが、行かざるを得ないな。なんとか浦島の村に到着。竜宮城が豪華になってるね。なんだこの色は。村人全員が老人になって、ふがふが、としか言えなくなってる。亀の廊下をどうにかしないと、竜宮城へはいけないな。前作では若返りの泉があって、村人は若さを保っていたはずだけど。浦島は術の修行で留守だったのか。ドラクエのモンスターの構えたちみたいだな。二人パーティーだと回復と攻撃で役割分担できて楽だねー。しかも、キジもたまに回復してくれるしな。楽勝だね。散々レベル上げ作業した部分はカットしてあるからな。どんどん若返っていく。前作でもいた若作りのジジイだ。無料の回復ポイント復活だな。情報では三つ目鬼というのもいたはずだね。助けた亀に連れられて、またもや竜宮城へ。か。演出なしでいきなり着いたね。地下への階段はほとんどダミーの模様。正解ルートは2階か。奥にはボスが、ふっへっへっへ。いちいち笑うね。と、その時。仲間が移動するのかわいい。浦島来たー。ハーハーしてるぞ。ここで加入かー。新パターンだね。お、狩猟の成果か。渦潮の術は敵全体攻撃の絵みたいなものかな。大体察しはつくと思うけど、浦島は僧侶系の回復補助タイプ。三つ目鬼だったか、ひらがなメインのゲームだとわかりづらいな。パーティーのバランスも良くなって、だいぶ戦いやすくなったよ。前作ではタコとかが踊ってたが、今回はどうだ？可愛い人魚だね。シンクロナイズドスイミングかな。こんな長いの見るわけないでしょ。鬼退治がなくても見たくないわ。持ってるだけで毒無効とか超強いじゃん。このゲームは道具袋で共有するタイプだから、全員が毒無効になるのはすごいな。毒の存在意義を見失っちゃうね。乙姫の術とな。ベホマラーまでもらえるのかよ。急に楽になるなぁ。では、今回のまとめに入ろう。お供の犬、猿を仲間にし、さらには今作からの戦闘メンバーとして金太郎と浦島太郎も仲間に。実は、金太郎と浦島は前作ではエンディングでチラッと姿を見せてたんだよね。それがようやく使えるようになって、今後のシリーズでも常連になっていく。と、仲間も増えて今後の旅が楽しくなりそうだな。ということで、今回はここまでとします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。